競技開始です。試合開始の合図とともにぼんやりと一点を見つめる人々。東京で行われていたのは、誰が一番ぼーっとできるのか、その名もぼーっとする大会です。大会の採点基準は90分間のぼーっとする美しさと心拍数の安定感、つまりどれだけ無心にぼーっとできるかを競います。参加者は手にラーメンを持ってぼーっとしたり、ああ嘘を食べるくらい止まってますね、扇風機を持参したりする人も。日本で2回目の開催となった今年、総勢90人が参加しました。センサー握ったまま一点を見つめています。開始5分、着物姿で精神統一するこちらの女性、特別な思いを胸に大会に参加しているといいます。競技開始前、ぼーっとしててもすみません。はい、今日は神楽師として参りました。神社や祭りで舞などを披露する神楽師をしているという女性。普段365日予定が詰まっていて、いつも忙しい日々を送っているので、私にとってぼーっとするってとても贅沢な時間なので。会社員と神楽師の二刀流、日々頑張る自分を見つめ直すため大会に参加したといいます。開始10分、背中を合わせてぼーっとするこちらの男性、実は去年もこの大会に参加、学生時代の相方を引き連れ、リベンジに燃える会社員も参戦していました。30分が経過、あ、イエローカードが出ました。ぼーっとするあまり眠りにつくと、何やったの、中盤寝ちゃったってことですよね。退場処分になります。先ほどの神楽師の女性は、体勢を少し変えるようですね。これまで微動だにしなかったものの、ここで体勢が崩れてしまいました。終了まで残り5分、足がしびれてきたのか足を押さえています。それでも耐えてぼーっとする。そして頭の中めっちゃスッキリしました忙しいのを忙しいと感じないくらいに、こう自分をスケジュールで追い込んでた自分がいたことにぼーっとしてる間に気がつきました。2年連続参加した男性も、仕事中ぼーっとすることはないんじゃないですかね、はい、ここでぼーっとしきったんで。どうぞ皆様、結果は栄えある日本一に輝いた優勝者は、ゼッケン番号22番、最もぼーっとできた2人が優勝。専門家によりますと、ぼーっとすることで自律神経が安定し、疲労感が取れ、すっきり爽やかな状態になれるといいます。皆さんも忙しい時はぼーっとしてみては。